まだ空間が続いているようだ。行くのか、行くのか、行くしかないか。入る、入るよ。池の下や、この先に。手紙の人は、なぜそんなことを知っているの？もう、確かに。外？地図に載ってない。なんでどういうこと？行け。本当に手足。誰がそんな、むごいことを。殺し成仏できるなら、俺が殺してる。でも、他に方法はないのか。うわ、怖いな。戻れんのかな。今誰か出ていった。え、今殺してたら別のエンドだったのかな。今出てきたから。あれ、天井に吹いてる。優しさは穴となる。殺してしまえばよかったものは、これであなたも終わりだ。幸恵の恨みが晴れることは永遠にない。彼女は殺されることを望んでいるからだ。死によってのみ解決することもある。今すぐ彼女の元へ戻り、あなたの手で殺してあげなさい。この手紙は、なんで増えてんの、手紙が。ふざけやがって。あいつ、意味わかんない。なんであいつ自分でやんねえんだよ。出る。え？は？別展開。ついに戦闘。うおぉ！誰だこいつ。手紙の音か？やってやる。強っ！もう武器ない！無理でしたわ。強っ！うおー、忘れてた。おぉ、顔が増えてる。ここで。手紙の男を倒す。武器を手に入れる。あー。へー。武器探しパートだ。地図に載ってない。見える。やべ、呼吸がやべ。やつを倒せる。エクスカリバー的な何かが。ああ、道が複雑さ、死ぬ。広いな。急に超絶広いな。え、おまわりさん？もしかして俺が電話で呼んだんじゃなくて、1999年からずっとここに？拳銃を落としてった！これは使っていいのか？マジで？やろう、出てこいよ！食らいやがれ！レイガーン！ 99 ダメージ！これでしばらくは動けないだろう。雪を成仏させる方法を見つける。はぁ、もうちょっと進めってこと？
まさかのカマ。あの前ユキエ殺したら多分別エンドだったんだろうな。ネイルハンブル超強い武器できた、ここに来て。ユキエを成仏させるのはな。捨てられた手紙。死んでしまう前にこの部屋へたどり着いた者へ、死んでしまう前に白状したい。ユキエを殺したのは私なのだ。4月2日私はユキエを殺し、手足を切断して、このアパートの壁の中へ彼女を埋めた。私を憎む心が彼女を怨霊へと変えたのだ。申し訳ない。悔いても悔やみきれない。どうか安らかに彼女を成仏させる方法を見つけてほしい。はあ、なんでこの手紙をゴミ箱に捨てるんだ。おー、まあ確かにな。おい、おお、びっくりした。三島かな。このところに閉じ込められて、かわいそうに苦しかったろ。何か落としてた。え、これは。おこう、これで成仏させろっと。なるほど。ネイルハンマーより地図の方がいいな。なんか敵でこなさそうだし。どこだっけ。迷ってきたよと思ったら意外と着いた。うん、出てこないね敵。どうやって帰るんだ。電話、オッケー。入る。これで成仏できるはず。勝負させよう。ユキエ、ユキエ、ユキエどこにいんだ。ユキエ、この線香を焚けば刺繍がやられて成仏できるんじゃないか。線香、おお、どうなの。成仏したのか。戻ってきたのか、元の世界に。デジタルテレビだ。外が明るいな。穴はもうない。ああ
バカじゃないの？部屋の中にいよ。はぁ？いや、無理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 。うわ、怖っ！いや、無理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 。は？え？え？また暗く？まだ終わりじゃないのか？いやー、もうどこも見たくない。怖いよ。ちょっと怖すぎ。いや、きついなぁ。あ、いや、まさしく歯だよ。そうなんか。このアパートが建て直される前、104号室に住んでいた男女のことを大家に尋ねたのだが、不思議なことにこの部屋の情報だけが書類から全てなくなっていた。三島かなと警官の所在も探したが、次にわからなかった。今もまだいるんだろうか、あの死の世界に。いやー、やっとクリアできたー。いやー、面白かったー。怖かったけど面白かった。だえ、なんか音聞こえたんだけど。うわ、やめてよ、俺か。いやー、ほんと面白かった。多分あのまま、ね、ゆきえを殺しに行ったら多分別エンドだったし、もしかしたら他にもね、別ルートがあったのかもしれない。そこら辺はね、ぜひ皆さん自分の手に取ってね、ぜひプレイして遊んでみてはいかがでしょうか。ということで、ここまで見てくれてありがとうございます。以上で刺繍次の日いたんでしたよ。みんなここまで見てくれてありがとうね。おつくまきたまらんな。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。